はい、皆さんこんにちは。こんばんは。にゃんにゃんチャンネルキャベ太郎です。もこてさです。まあ勝ちに酔いしれたいところではあるが、 J1 第4節アウェーサガン鳥栖のプレビューをやっていこうと思います。行、はい、ってみよう。にゃんにゃんチャンネル2021年のチーム情報です。でウラレッズは6位で、はい、サガン鳥栖は7位なので、まあかなり拮抗した、はい、あの両チームの試合とも言えるんだけど、まあ、サガン鳥栖はね監督も選手もかなり変わってしまっているので、うん、なかなか読めない部分はあるんだけど、うん、まあ、それでもその引き継いでる部分もあるのかなっていうのは試合は見ててやっぱり思うし、うん、脈々と引き継がれていく、なんかこうクラブの色みたいなところは、うん、まあ、やっぱり監督選手変わってもあるのかなっていうようには俺は感じてて、うん、ちょっと触れたいのは平均ポゼッション、ここに出してないんだけど、うん、平均ポゼッションのっていうのが浦和レッズは、2021年 54% だったんだけど、うん、まあ、サガン鳥栖も 53.1% ってことで、まあ、なかなかこのボール持つ持たないっていうところにおいては、うん、まあ、似たような両チームって言っていいのかな。サガン鳥栖の方も中央からゲームをね作っていこうっていう意図が結構出てるチームだから、うん、似たチームっていうとちょっとなんかみんなもやっとする気持ちは分かるんだけど、うん、なんかまあでも面白い試合にはなるかなっていうふうに思う。で直接対決、これちょっと書き方今回変えてみたんだけど、うん、新しい方から浦和鳥栖、浦和引き分け引き分けということで、まあ1勝浦和の方が勝ち越してるっていう状況ですね。でまあ複数ゴール決まる試合が若干目立つのかなっていうような感じがしてる、うん、でちょっとね、うろ覚えで申し訳ないんだけど、サガン鳥栖は確かね、うん、J1 リーグの中で最もあのホームアドバンテージを取っているチームだっていうのをね、なんかあの記事で読んだんだよね。鳥栖にとってホーム、浦和にとってアウェーの試合っていうのはね、なかなかあの数字以上に難しさがあると思う。で、直接対決の一番新しい試合のスタッツですね、うん、まあ、2対1で浦和が勝ったんだけど、はいはい、ポゼッションの方はね、うん、やっぱり拮抗してて、まあ、半々だね、うん、まあ、湘南ベルマーレ戦もこういう風に、まあ、半々っていう形だったんだけど、それに近いようなゲーム展開になってくるのかな、うん、一番近い試合の中では、まあ、やっぱり枠内シュートが5本と6本ということと、まあ、ゴール期待値が 1.66 と 1.31 ってことで、まあ、結果としては勝てたんだけど、まあ、そこまで圧倒してないっていうか、うん、まあ、1対1だったりとか2対2だったりっていう試合になってもおかしくなかったのかなっていうのはスタッツを見てて思うところ、うん、はい。じゃあ、 主なですね、加入選手というか選手の入れ替えについて触れていくんですけど、うん、見ての通りです今までとフォントサイズがですね違ってですね、めちゃめちゃ出入りがあったので、こんな小ささになってます。で、まあ、下矢印がついているのが、まあ、主にですね、戦力ダウンにつながるかなというふうな、まあ、選手の保湿になるんですけど、まあ、我が浦和にですね、大畑、ありがとうございます。でですね、他にもですね、瀬戸選手だったり、樋口選手だったり、まあ、ディフェンスで言うとエドワルド選手がですね、なくなったりっていうところで、まあ、山下選手もそうですけど、大きく戦力ダウンしたと思いきや、まあ、それとですね、対応するだけの選手をですね、多く加入していて、まあ、大卒選手も多く迎え入れているというところが、まあ、将来的にもですね、少し、まあ、怖いですし、やっぱりいいサイクル回してますよね。でやっぱり選手の個の力というよりは戦術の方でですね、結構際立っているので、まあ、あまりこれ戦力ダウンとかアップとかそんな関係なく、どれだけこの短期間で戦術をですね、落とし込めるかっていうところですね、に注目なんですけど、まあここまでですね、かなり、悪くない、戦績でこの浦和戦を迎えるっていう感じですね、鳥栖さんは。はい、しかもあれだよね、シーズン途中に林大地も移籍しちゃってるから、まあ、結構ちょっと鳥栖のサポーターの方の心情を考えると結構辛いものはあるね、うん、そうだね。まあでも、さすがにね、シーズン途中の選手の出入りっていうところは結構ね、松岡選手とかもそうだったし、まあ、チームのですね、出席に影響した部分はあるのかなと思いますけど、まあ、このシーズン前の出入りに対して今の状況っていうのは予想外にやれてるっていうのが、うん、個人的感想なんですけど、鳥栖、うん、さん、うんうん、で第3節の両チームのスタッツをちょっと比べていこうかなって思うんだけど、うん、まあ、浦和レッズ湘南に関して細かくは、はい、ポストゲーム動画がアップロードされていると思うので、うん、まあ、そちらの方をご覧ください、はい。で鳥栖は第3節名古屋グランパス、うん、名古屋のホームで、試合をしました。
で、まあ、名古屋はかなりカウンターサッカーっていうのがはっきりしてて、うん、まあ、ポゼッションを見ると凸の方が 57% っていう風に上回ってる、うん、ただ枠内シュートの方が、ね、はい、あんまり多くなくてこの試合は、うん、まあ、それでも結果としては 1-1 になるからやっぱり勝負、粘り強さみたいなところはあるのかなと思うんだけど、うん、まあ、チームスタイルの方はやっぱりまあボールを大事にしてね若干つないでいくっていう形が、はいはい、まあ、メインになってくるのかなって思うんだけど、うん、はい、その一方でねちょっとクリア回数が21回っていうのはなかなか多い方なので、はい、まあ、なんか割り切るところと割り切らないところを結構こうはっきりとして、うん、まあ、チーム戦術に落とし込んできてるのかなっていうところは感じるところですかね。で、まあ、クロス本数なんかが少ないっていうのはやっぱり中央から の、 あの攻撃の方がメインなのかなっていうところ、うん、はい、名古屋戦を見てた感想で言うと、まあ、前線のプレス終盤までかなりハードにかけてくるんですよ、うん、あの前線の3枚、うん、でかなり運動量が豊富で、浦和レッズサイドで言うと湘南戦の回しを見てるとあの強度でこうプレス来られると若干不安は、うん、まあ、ありますね、うん、であとやっぱりディフェンスライン、まあ、あのパス回しっていうのが、まあ、かなりあのそうですね、まあ、昨シーズンからですね、まあ、足元をに自信のあるパク・ユリキ選手が入っているので、かなり数的優位を作るのがうまい。こうですね、まあ、あまり名古屋は追っていかなかったんですけど、まあ、正直あれは正解だったのかなと思います、うん、名古屋さんの対応、うん、向こうのディフェンスのパス回しに関してはプレスラインは若干低めのセットでいくのが、まあ、裏セットとしてはいいのかなと思います。第3節の、ね、両チームのスタメンをここに挙げてます、うん、で3バックはごっそり入れ替わってんだよね、うん、そうだね、あのエドワルド選手がいなくなってるから後方でのパス回しの時はもうパク・イルギュ選手が、まあ、あのディフェンスラインに入って、うん、もう4バックみたいな形でパス回ししてんだよね、うんうん、あれはなかなか面白いよね。前から追わない方が確かにいいのかな、うん、先制点取られてゲーム崩れちゃうとやっぱり厳しいから、うん、前半からは追わない方がいいのかな。いやなんかね正直取れそうって気もしないでもないんだけど、うん、ただそれ予想以上にねパク・ユリキ選手の足元がうまいんだよね、うん、普通に。そうなんだよな。だからあの簡単には取れないあれ、うん、なんか俺もねあの J リーグの中でっていうか、まあ、その現代サッカーの中で一番ダメなチームっていうのは、うんうん、足元の技術が低い3バックがパス回しをしようとするチームはすごく悪いなっていうふうに思ってるんだけど、うん、実はね、うん、まあ、簡単に取られて失点するっていうのを繰り返して、うん、まあ、なんかちょっとこう自分のチームの哲学ばかりをずっと追い求めるみたいなチームが一番ダメなチームだなっていうふうに最近思ってるんだけど、やっぱトスはね、こうパク・イルギュ選手がねやっぱ強烈すぎるね、うん、そう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 、守備陣はねしっかりもう5バックに近い形で守ってくるから、うん、攻撃と守備の変わり目とか、だから要するにレアレッズがすると素早いカウンター、これが大きなキーポイントになるのかなと思うんですけど、うん、まあ、サイドを使うというよりは、サイドの選手が中に入って仕事するっていうところを重視したいので、まあ、正直言うと関根選手、あと松崎選手に関してはちょっと厳しいのかなって気がするので、カウンターでいくならユンカ選手を先発で使いたいっていうのが、思いとしては、うん、重いね、シンプルに、コンディション、運は置いといてね。まあ、ちょっと使っていきたいかなって気はしますね。で、トスの方はずっと、ね、うん、第1節から第3節までほぼスタメン固定なんだよね、うん、だけどただセンターフォワードの鹿島からレンタルの柿田選手か、明治大学出身の 大卒1年目のセンターフォワード藤原選手が出るって形なんだけど、うん、藤原選手が出てくるのかな、うん、でもう一つこの前の名古屋戦の方で、うん、ディフェンスの島川選手が後半入ってすぐかな選手交代っていうことで、まあ、ディフェンスラインの選手交代なので、はい、まあ、怪我があってっていうことだと思うんで、うん、あの新加入選手のところに、ね、ジョン・オマリ選手が入ってると思うんだけど、うん、こう代わりに誰が出るのかなってところはちょっと他サポからするとあんまりわからない部分なんだけど、まあ、いずれにしろ成熟度は低くないんだけどやっぱりこう、うん、ある程度選手を固定して今やっぱりまだチームとしあのトスとしてはまだやっぱチームを作ってる途中っていう意識なのかなって思うから、はい、うん、まあ、やっぱり早い段階 で叩きたいですね正直。そうですね、はい、まあ、あの去年は叩かれましたけどね、はい、ということで最後に、まあ、これいつも通りツールを使ってね、うん、まあ、あの勝敗予想みたいなところをやっていくと2021年のデータを元にやると、うん、
うん、ホーム鳥栖勝利が 39%、 引き分けが 31%、はい、浦和が 30% ということで、はい、まあ、浦レッズが若干ね不利な状況での試合になります。まあでもほぼほぼイーブンって感じだねポジティブまあでも 9% の差でけえか、引き分け含めると 10% だもん。まあでもこれ本当に、あの2021年の得失点をベースに作ってるやつだから、あの新しい選手が入ってどうのこうのっていうのは全く加味されていなくて、やっぱりまあ割れるんじゃないかな、そのおそらくスポーツブックのブックメーカーの方でも、うん、多分半々ぐらいに割れるかなっていうのが俺の予想かな。ということで2人の予想コーナー行ってみますか。難しいな。はい、どうぞ。そうね、まあ、さっきその直接対決の方で複数得点が多いみたいな話もしたし、まあレッズ一勝してやっぱ波に、まあやっぱあの、ずっとシーズンで勝ててないっていうところから一つ脱却できた部分だから、まあ、選手たちはもうね、あの結構自信に満ち溢れてると思うんで、ね、持ち上げるね、はい、なんで1対1引き分け。ちょ待てよ。まあじゃあ、まあ、まあね、個人のそのようなねあれはあの尊重しますけど。でモッコはそうなるかな。あのまあね、論理的な思考でいくと、まああれですね、もう、まあ、持たせる展開です。トスに、ああ、トスに持たせる展開ですけど、セキネスルーパスユンカーゴールよ。ああ2対0ユンカーにエンジンかかります。射線本当に、すいません、射線本当に先に謝ってて、ちょエンジンかかっちゃいます、申し訳ないです。はい、まあね、ちょっとねポイントはサイドに配置される選手がどれだけ中で仕事できるかってとこだと思います。関根選手と誰になるか分かんないけど、松崎選手だとちょっときついかなと思うんで、まあなんだろうな、でも吉尾かな、湘南戦の出来からするとちょっとサイドで使うのもちょっとっていう感じだから、まあ、ユンカ選手もし先発で出すんだったら、まあ、江坂選手なりをサイドの配置でただ中で仕事してもらうとか、そういうのも面白いかなと思います。だから久しぶりにあれだよね、中6日になるのかな、まあ、ミッドウィークに試合がないっていうことで、選手は1回リフレッシュして、いいイメージ持ってね、高校の勝負に挑んでもらいたいから、気持ちは切らさずリフレッシュもそこそこに体のケアはしてもいただいてね、試合予想の方はまだあれだね、リスナーさん含めて俺が1回当てたのみで、他はまだ誰も当てていないね。いや、それ喜ぶとこじゃないから。皆様の方も、まあ、試合予想の方書いていただいてね、まあ、答え合わせもできたら、あの楽しいかなって思うので、ぜひぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。じゃあ、あれだね、トス戦は試合の前に焼き鳥を食べればいいのかな。ああ、キャラクターが鳥だから。うまい。